710年、元明天皇は都を藤原京から平城京に移しました。この都は長安と同じような城防性を持つ都城で、中央を南北に走る朱雀大路によって分けられた右京と左京があり、さらに東へ外京が広がっていました。大安寺や薬師寺など多くの寺院が建立されましたが、鑑真が創建した東照大寺は右京に位置します。また右京と左京の八条には位置が設けられ、位置のつかさの管理のもとに各地の産物が商われました。平城京と諸国を結ぶ道路も整備され、約16キロメートルごとに馬屋が置かれました。